ぜひね三作だね。ね、行きましょうね皆さん。おはようございます。おはようございます。<laughs> 回ちょっとずれてる。マイコトソン。<laughs> マイコトソン。マイコトソン。いか同分すぎます。<laughs> 卒業証書かと思いました。<laughs> ありがとうございます。では広報のムービーカメラに。<laughs> そうですね、あのー、後編の展開としてはちょっとこう前作「リベンジャーズ1」に近くてすごく駆け抜ける、えー、構成になってますね、あのー、運命はかなりこう緻密に長いシーンばっかりだったんですけど、あのー、決戦というのは本当決戦という言葉が似合う、あのー、汗や喧嘩や涙や。 こう特に、あのー、その中心にはやっぱりマイキーがいますし僕の横には地震がいるので、まあ、とにかく僕らの奮闘を楽しししみにしてほいいなと思いますよりいろ、あのー、んなキャラクターにフォーカスがちゃんと当たる決戦になると思いますので10リベ二20リベぐらいはいっちゃうんじゃないですか。はい なくなっちゃった。自信なくなっちゃった。きっといらっしゃいます。<laughs> 20リベンしてくれる方も吉沢さんも後編はもう本当にマイキー見どころが詰まってると思うんですけれども。そうですね。まあ、マイキーとしてもなんかそのワンでも見せてないぐらいのこの感情の爆発があったりとか、ま各、あ、々がもう本当にまあワンはワンです,すごい完成されてたじゃないですか。あれはすごいいい映画だなと思ったんですけど、やっぱり決戦を見て。 ようやく1を超えたなって言える気がするというか,分かりますそうなんですよ、はい、この運命からの決戦のこの流れがやっぱりね、素晴らしいと思うんで、<laughs> もうぜひね、ふんくさくだね、10リベ <laughs> いや、20リベい、ね、っちゃいましょうね、皆さん、おはようございます。おはようございまます <laughs> かちょっとずれてる、まああの尺もね 2つ合わせてジャスト3時間ぐらいになってましてやっぱワンを超えるには3時間必要だったというどうですかマイクとそう <laughs> マイクとそうマイクとそう後ろに組んじゃったよ <laughs> 本当そうっすよじゃないの<ん> <laughs> <laughs> えーっと私ですねえー、そうですねなんかでも本当そうだと思います <laughs> <laughs> じゃあ終わりです <laughs> じゃあもうちょっと喋らせてよせっかくマイク持ってんだから なんだろうな、うん、でもやっぱり本当に皆さんのおっしゃる通りその1に続き2ねあって運命があって決戦があって3時間で10日,10日20ベぜひしてほしいですねもう以下同文すぎます <laughs> 卒業少々かと思いました <laughs> それぞれのね絆がねはい垣間見えてね あと気合い入れて喋るとき一回こうたけしさん入れるのやめていいよね一回ね